揺れやしたね。しかしこうして何日も車に乗ってると腰が痛えのなんのは、このヤマトって国は無駄に広くていけねえ。この国土の広さこそがヤマトの力の源。そりゃそうですがね、わざわざ出向くには難儀な土地だってことで。やっぱり行くんですかい。ダチに会いたいってのは分かりやすが、今となっては会わない方が互いのためでしょうね。見くびられたものだ。未練がましか、共に会いに行くとでも思うとか。もはや我に迷いはない。やっぱり起きてやしたか。ああは言いやすが、こう言ったのが下の門の務めだ。下の仕事を奪ったりしてないで、お嬢は後ろでのんびり昼寝でもしてたらどうです。我に行かずして誰に行く。言ったはずだ、我が行くことに意味があるとな。そしてこれは手向けよ。親と死に分かれ、毒をもらえ、家臣に裏切られ、故郷を追われ、見えに落とされ、最後は我の全てを簒奪される。運命に翻弄されたとある娘へのせめての。向こうは納得しやすかねえ。いや、するわけねえんでしょうが。納得か。そのようなもの必要もなければ意味もない。これは救済である。あやつらはただそれを粛々と受け入れればよい。それでダチに恨まれることになってもですかい。全ては長きに続く平穏のために。ああ、救ってみせよ、我がデスクルのため。そしてこのヤマトのためも。ゆえに我は歌われるものとなる。それに何のためらいがあるのか。お嬢がそれでいいんなら何も言いやせんがね。少しでもいい、しばらくの間眠ることにしよう。時が来たら起こすがよい。承知しました。ウィス、クレ、先ほどから少し喋りすぎです。へえ、やれやれだ。自分じゃ気づいてやせんかい。式服に着替えるとき頭巾で顔を覆うことに気づいて少しだけ安堵したってことに。本当にそう思ってんなら、その被ってるのを邪魔だと脱ぎ捨ててるはずですぜ。そう、もはやためらいはない。我の名は、お嬢、知ってやすか。仮面ってのは被り続けているとそれが素顔になっちまうものだってこと。たかうちのお嬢をこんなにしまいやがって。こうならないようみんなして気をつけてたってのに、あの男よくもぶち壊してくれたもんだ。このけじめはつけさせてもらうぜ。兄様、トゥスクルからの使節団が到着したのです。トゥスクルの援助を受け入れてからこれで4度目か。これがなければエンナカムイは遠の昔に行き詰まっているだろう。必要な物資を期日通り届けてくれるのには本当に感謝してるが、連中の思惑は未だに読めないな。そうか、死者の者にねぎらいの宴を。いつものように断られるだろうが、せめて礼に向かうまで待ってもらってくれ。どうした。それが一体誰が来たんだ。おしとる様、ご健在。お待たせして申し訳ない。遠いところよくぞいらしてくださった。構わぬ。その間ここから民の暮らしぶりが眺められた。この国は華やかではないが良い国のようだ。民が生き生きとしている。全ては正常の人徳あってのこと。ほう、そうか。しかし
まさかトゥスクルの王女直々にとは、いささか驚きを隠せません。どういう意向でありましょうや。どういうことだ。まさかトゥスクルの王女が直々にやってくるとは。死者が王女を語るとは考えづらい。それに、トゥスクル遠征の時の、確かクロウとか言ったら、あれほどの男だ。トゥスクルでは名が通った人物であるはず。そしてもう一人は、風貌と雰囲気からしてクオンが言っていたベナウィという男だろう。そんな男たちを突き従えているんだ。これは本物と見るべきか。それにしてもまさか王女の側近だったとはね。受け取るな。目録で改められる。これはどういうこと。おそらくは先を見据えた投資なのだろうな。こいつは回収できるかわからない具の悪い博打だってことくらい分かってるはずだ。これに何の意味が。有効などと言っていたが、何を企んで。いや、うがちすぎか。いかんな、こうも疑り深くなってくると。そこの者。はいです、私です。何時は。はい、あの、いや、何でもない。少し知人に似ていたゆえに思わずな。許せ。はあ、いえ、申し訳ありませんです。構わない。感謝いたす。これだけあれば当分は物資が不足せずに済みましょう。それだけにさらに負債が膨れ上がったってことか。何時らには必要であろうからな。あの、やはりここにおったか。ちょ、王女さん、何しに来た。そなたがトゥスクルの王女か。世はアンジュ、ヤマトの正統後継者である。トゥスクルの王女が訪ねてきたと聞いたのでな。幾度もの援助、同じ王女として直々に礼を言わねばと、こうして出向いてきたわけじゃ。そっか、それなりに考えているのなら、あえてここは口出しするべきではないか。ルルティエ。はい、ただいま。どうぞお口に合えばよろしいのですが。せっかくはるばる来てくれたのじゃ。そなたに寄贈しようと思ってな。我がルルティエの作った菓子シューじゃ。食べてみるがよい。絶品じゃぞ。いや、ちょっと待て。何をするつもりだ。次回。おい、さらにややこしいのが。アトイさん、今は大切な。おやおや、もしかしてお客さんけ。まあまあ、固いことは一歩なしや。おやつはみんなで食べた方がおいしい。うむ、アトイの言う通りじゃ。うまいのじゃ。ルルティエ、また腕を上げたもん。ありがとうございます。ダメだ、こうなった以上成り行きに任せるしかない。姫殿下、いくら何でも失礼なのです。これが世の心からの歓迎じゃ。失礼であるものか。こんな時に何言ってるですか。構わない。え、堅苦しい話よりよほどよい。であろう。そなた、話がわかるではないか。アンジュ様、お口の周りに。うん、うん、
すまぬのじゃ。どうした？食べぬのか？食べぬのなら余が食べてしまうぞ。いいのか？本当に食べてしまうぞ。姫殿下。なんじゃ、食べぬというのなら良いではないか。もしかして毒とかを疑ってるのけ？ふむ、心配ご無用。帝に誓って何かを仕込むようなことなどありえませぬ。その証拠にこうして、ほっ、うん、うむ、うまい。モスリさんもどさくさに紛れてないで止めてほしいのです。いや、これは毒味というか、もう力なく、姉上、どうぞ。危なかった。おい、こら、何をやってる。相手が出資者だぞ。君の見損の手、支援が停止だなんてことになったらどうする。何をやっているですか。いや、これは、そう、茶の方も安全だと証明しようとしたのだ。それは責任重大や。なら、うちも徳見戦と、ホトイさんまで。これは親子目、大切な親子目だよ。お茶も確認して。こいつら、人の苦労も知らないで。どうじゃ、うまいであろう。素朴でありながら夢中になってしまう美味しさじゃ。これはな、世の中心たるこのルルティエが考案したお菓子なのじゃ。ルルティエはすごいのじゃぞ。この二人はノスリとアトイ、言うなれば世の右腕と左腕じゃ。私が右腕などと。よろしゅうな。皆、世を支えてくれる自慢の家臣じゃ。未だ予断を許さぬ状況じゃが、こうして皆が支えてくれる。ん？なんだ、何か様子がおかしくないか。そしてトゥスクルからの援助もまたどれほどの支えとなったことか。本当にありがたいと思っておるぞ。トゥスクルに感謝を。必要ない。これは代価である。礼なら必要ないと言ったのだ。じゃが代価、どういうことだ。何かを叱らった覚えなのか。同じ王女、同じ王女として。表情は浮かないものが、この尊大な口調、とても有効的とは思えん。汝と同じ。己が未熟ゆえに、すべてを簒奪されたものと同じとされるのは、いささか不服ではあるな。どういう意味じゃ。なんだと。その言葉、撤回してもらいたい。いかにトゥスクルの王女といえど、無礼であろう。さて、そろそろ本題に入らねばならぬ。我は重大な要件のためここに来た。皆の者よ、聞くがよい。我がトゥスクルはヤマトを宣戦布告する。これより全軍を挙げて進攻し、立ち塞がるあらゆる敵を蹂躙殲滅し、ヤマト全土を平定する。ヤマトに宣戦布告。あの緊迫した雰囲気は、そういうことか。今発した言葉、その意味を理解しておられるのか。
戯れにしては少々度が過ぎるが。無論戯れでこのような地に来るわけがあるまい。我が汝らに求める条件は一つ。全てが終わるまでおとなしくこの辺境の地にこもっている。ただそれだけ。何を言うておる、何を言うておる。ああ、そういうことか。これまでの援助は。その対価、受け取ったであろう。ふざけるでない。それでは武士と引き換えにヤマトを売り渡せと言っているに等しいではないか。あげくヤマトに戦果を放とうとは、そんなこと認められると思うのか。ヤマトに戦果を放った者の言葉とは思えぬ。どういう意味じゃ。このヤマトが乱れしわけ、まさか分からぬというつもりか。さらに何時は帝都小野が権能を奪い返さんと挙兵した。何時に何のために兵を挙げた。世のものを取り戻すのは当然のことなのじゃ。この大和はすでに汝のものではない。そのようなことにもかかわらず、汝は己が欲を満たさんと民を巻き込んだ。違う、世は世の民を取り戻すために立ち上がったのじゃ。民はそれを望んでいなかったとしても、民というものは暮らしを脅かされなければ、オーロが誰であろうと気に留めぬ。連城の権力争いはありまた迷惑どころか罪悪にしか感じておらぬ。そんなことあろうはずがないのじゃ。ならばそなたはどうだというのだ。ヤマトに攻め入ろうとするそなたにそのようなことを言う資格はあるのか。資格とはどうじゃ。ご公説を垂れておきながらやろうとすることは忌まわしき三奪者どもと何も変わらぬではないか。必要ない。なんじゃと。資格など我にも必要ない。そう言ったのだ。それともこう言うか。我にヤマト三奪の資格ありと。ふざけるでない。世のヤマトに攻め入る資格があるなど、それは当然のように。ふざけるのも大概にせ。我もトゥスクルの恩情、民を担う者にしてトゥスクルそのものである。故に我はトゥスクルに降りかかる災いの目を摘まねばならぬ。そのためにならばどのような手段も講じる。そのためにならば悪行にも手を染めよう。そのためにならば天下の三奪者の名を甘んじて受け入れよう。ヤマトの王子、何時は違うのか。まずい、この王女厄介なタイプだ。王女さんが飲まれかけている。でも災いの目だとどういう意味だ。それとヤマトに侵攻することと何の関係が。まさかヤマトが再びトゥスクルへ侵攻すると、そう懸念されているのか。故にその前にヤマトを潰すと。なんじゃと。待つのじゃ。ヤマトはもうトゥスクルに攻め入るような真似はせぬ。我らはそう考えていない。ヤマトが力を取り戻した時、再び我がトゥスクルに侵攻してくるであろう。それが何時らであれ、他の誰であれ、そのようなことはせぬ。誰がそれを信じる。何時らは一度我の地を犯した。それの全てだ。トゥスクルか。またあの国に戦を仕掛けるなどありえん。だが他のやつはどうだ。トゥスクルが厄介な国だと知らない連中なら、家庭はどうあれ、トゥスクルの遠征には一度失敗している。次にヤマトを支配する者にとって、トゥスクル討伐は
支配者としての威信を示す格好の機会となるだろう。しかも兄貴、帝も半ば強引に求めた地でもある。そうするだけの何かがあると考えてもおかしくはない。そう、あの男ならば。さすがか、その男はそう思っておらぬよ。もしとも、確かに他の者がトゥスクルへの侵攻を考えても不思議ではないだろう。だがヤマトを制するのは我らが正常である。正常にトゥスクル侵攻の意思はなく、上にその懸念は無用のものと断言する。オシトル、そうじゃ、再びトゥスクルに攻め入るような真似はせぬ。世の名において約束しよう。なんじらは何も分かっておらぬ。うん、我らヤマトが攻めてこようと別に構わぬ。うぞうぬぞうの輩が攻めてこようと先の戦のように蹴散らせばよい。だが哀れなるはそれに翻弄される民よ。兵として戦場に駆り出され使い捨てられる民の不幸を誰が思いやるというのか。大いなる災いとはまさにそのことに尽きる。ヤマトの動乱が長引けば長引くほど地は弱者の怨嗟で覆われ、やがてそれはテスプルにまで及ぶであろう。我はそれを見過ごすわけにはいかぬ。ゆえにヤマトか。それが我の天命。自らはこの地の支配者たるにふさわしいと言うですか。なんという傲慢。本当にヤマトを落とせるとでも思っているのか。ヤマトの守護が謳われたアクルテルトは分散し、国は割れ、かつてのエーナを見る影もない。落とせぬとでも。許さん、世のヤマトに踏み入ることは許さん。絶対に許さんのじゃ。何がおかしいのじゃ。許さぬ。何をどう許さぬか聞かせてもらいたいの。ならば今この場で力ずくでそなたを黙らせるまでじゃ。なかなかに面白いこと。いいだろう。ならばやってみせるがいい。姫殿下、いけないのです。止めるでない。数々の暴言、もう許すわけにはいかぬ。まずいぞ。だがこうなったら止めらん。やれやれ、やっぱりこうなった。仕方がありません。やっぱり仕方がない。やらせときましょうや。子供の喧嘩に大人が口出しするもんじゃねえぜ。子供の喧嘩だと。そうそう、かわいいもんじゃねえですか。いざとなれば頭を冷やしてやるのも大人の務めでしょう。でも何の目的だ。子供である挑発的な剣道、こうなるように誘導した感が強い。王女さんを怒らせることに何の意味がある。逆上した王女さんに襲われたのは大義名分とし、それにかこつけ、いや回りくどすぎる。それも今の中へそういった騙し討ちのようなものは好まないだろう。だとすれば王女さんを返り討ちにし屈服させるつもりだろう。頭を折るという意味では効果的かもしれない。とはいえ王女さんは兄貴に人の頂点に立つ者として生み出された手段。何大抵のものが相手になるぞ。まずはそれを知らず、まずいな。決裂のような話だ。明らかな敵対だけは避けられない。ここでトゥスクルを敵に回すわけにはいかない。どうして、まさか口だけではあるまいな。世は天使アンジュである。後悔しても知らぬぞ。ご託はいい、来るがいい。そなたが
悪いのじゃぞ。これは何かしたつもりか。受け止めた。出た。あの王女さんが力を増している。バカに、腕力にしても他の人は比較にもならない力を持っているんだぞ。それは少子手加減せねばならない。何を、よを苔にするか。苔も何もな、純然に汝は軽い。そよ風では我を打つことかなわぬというのか。この世は力なき者と。もう許さぬのじゃ。ならばその身で確かめてみるがよい。ほう、ならばどうかしか。何、そういうのであれば確かめてみようではないか。それでどうすればよい。何もせずに突っ立っていればよいのか。待て、本気か。正常に手を出したこと、立場はどうに決して許せることではない。先ほどの言った後、あんたに眠らせることで、それを想像するつもりなのか。だがそんなことをすれば、下手をしなくても怪我なんかでは済まんぞ。それを先ほどといい、トゥスクル王者のこの自信。どこまでもよ。いいじゃろ、吠面を欠かせてやるのじゃ。やるぞ、本気でやるからな。くどい。殴ると言ったら殴るからな。どうする、止めるべきか。止めるべきか、止めるべきなんだよ。どう、さあ面白くなってきやした。大将もこのシュってのを食います。うまいです。けど次長がさ、あの二人の落ち着き方、おもれが使える者に対する心配、いや心配すら感じていない。王女、それほどのものなのか。天使である王女さんを相手に、それを確かめる必要がある。待ちくたびれたのだが、まだなのか。もし怖いのか。どこまでも、どこまでも減らず口を。そこまで言うなら這いつくばって後悔するがいい。
そなたが悪いのじゃぞ。避けなかったそなたが。今に何かしたのか。バカな、あれを食らって平然と。できると思っていたが、まさかここまでとは。これで戯れにもなる。子供相手も少し大人げなかったよ。悪くしたことがこれで分かったである。悪いことは言わない。ことが終わるまでここで穏やかに過ごすな。それが何時らのためだ。ベナウィ、クロ、帰るぞ。もうここに用はない。ノイス、ギョイ。待つのじゃ。まだ勝負はついておれぬのじゃ。我はそれなりに気を使ったつもりだ。本来であるなら何時らに戦の断りなどいるの。本来であるなら祖国に侵攻してきた何時らに物資の援助などせぬ。それは霊落したとはいえ、大和の王女であった何時を尊重したからだ。これが破格の待遇であること。わからぬとは言うまい。納得がいかぬか。なればそれを使うのに。それで何とか我の相手となる。そなたはどこまでも。よかろう。今度こそ本当に後悔するのじゃ。アンジュ様、姫殿下、ダメなのです。剣を抜いてしまっては。そなたが抜けと言ったのじゃ。冗談でしたでは済まぬぞ。兄様、これ以上は。オスカル、止めるでないぞ。これは意地じゃ。大和の王女としてもはや引くことはできぬのじゃ。どうか正常の思うがままに。兄様。うむ、さすがはオスカル、世のことを分かってくれるのじゃ。猫に、家庭はどうあれ、同じ王女として答えてしまったからには、力を示さなかったら、この辺は避けて通れぬことだ。ですが、それではトゥスクル殿。ああ、これではトゥスクルとの同盟だ。物資の援助すらなかったことになるだろうな。そうならば、戦況はさらに厳しいものとなる。ならばこそ、ここで折れるのであれば、この先の苦難に立ち向かうことはできん。だがそれでも立ち上がるのであれば。兄様は。案ずるでない。余が宗近から指南を受けていることは知っていよう。それにこやつは、気に食わぬのじゃ。もはや、手加減せぬ。手加減する余裕があったのならば遠慮は無用。胸を貸そう。そうか、ぜひ貸してもらおうか。踏み込みが足りない。目をつむっては当たるものも当たらぬ。ジョコマカト。これでは話すら切れぬ。はあ、果物の皮を抜くには良いかもしれぬ。ならばこれで。遅い。
悪気はなかった。動きを止め、まるで殴ってくれと言わんばかりだったので、つい手が。今のが決まっていれば、そなたなどケチョンケチョンだったのじゃぞ。絶対に世の勝利で決着だったのじゃ。ならば今一度、何時も渾身の力を持って我に挑むがよい。そこまで言うのであれば受けてたと。そなたはどこまで傲慢なのじゃ。傲慢？ムチカパがじゃれつく子を可愛がることは傲慢とは言わぬよ。とはいえ、さすがに切られてはかなわぬ。防がせてはもらうが。ものが違うのじゃ。これが我がヤマトの重みと知れ。やあ！いける。これならば。正直、何時との寒暖を楽しみにしていたのだがな。残念だ。そなた、何者じゃ。何故、世の渾身の力を受け止められる。ありえぬ。世は、天使じゃぞ。世の力であれば、あくれてるかとて無事では済まぬはずじゃ。背負っているもの、奇遇だな。我も汝と同じものを背負っているのだ。世と同じ？まさか。ありえぬ。ありえぬ。ありえぬ！そなたが世と同じ？我はトゥスクルの王女にして、汝と同じ業を宿命づけられしも、御神、ヴィツアルネミテアの天使である。ヴィツァル・ネミテア。王女さんと同じ天使だと。天使、天が宿命を定め降臨させたとされる選ばれし者。王女さんが帝である兄貴に人を率いる特別な使として創造されたように、そう名乗るからにはそれだけの特別な存在であるはずだ。待て、ヴィツァル・ネミテアと言ったな。そいつは確かトゥスクルにおける絶対無比とも言える神の名だったはず。その天使ともなれば。だが汝とは決定的に違うものがある。汝と違うのは、我ら絶対強者というのがどういうものか理解しているか否かだ。これで納得したか。何時の剣はあまりにも軽い。天使である海は、その重責を未だ理解せぬがゆえにな。そのような剣ではこの体に傷一つつけられぬと知れ、我に届かぬ者がどうして我が波動を妨げることができよう。ヨウは、ヨウは、ヨウの友。悪いことは言わない。
何時らはこの地にて安らかに過ごすのよ。剣豪十作しがらみ、何より戦から解放され、心穏やかに余生を過ごす。悪い話ではあるな。それってもしかして、なぜだ、あの王女が特別な存在だというのを分かった。でもなぜこんな回りくどい真似をする。ヤマトに攻め入るのであれば、こんな茶番を浪説勝手にすればいい。物資を援助していたことにしてもそうだ、我らを支援してもテスクルには何の利もない。さらにはここに来てこちらを戦から遠ざけようとすると、まるで我らを守るよ、我らを守る、いや、それこそ何の利もない。なるほど、なこち従属せよと言っているのではない。のみならず、この先もエンナカムイの自治を認めるのだ。この上ない条件であるはず。何を悩む必要もある。背負っている全てをかけて我に挑んだのだ。なれば潔く。余はまだ負けておれぬ。今の汝では我に届かぬ。それは汝自身が理解していよう。悲しいか、力なき言葉はたわごとに等しい。ましてや自分すら騙せぬ嘘ではな。力があろうかも、しばらくは立つことすらかなわぬ。立て、立つのじゃ。さて、同じものとして何時にもそれなりに配慮したのだが、そこまで固くなであれば仕方あるまい。何を、それっきりじゃ。これ以上の問答は無駄であろうからな。ならば何時の心折らせてもらう。やめよ。安心せよ、何も恐れることはない。ただしばらくの間眠ってもらうだけだ。やめるのじゃ。すべてが終わるまで安らかに。もう我慢ならん。正常から離れろ。私が相手だ。下がれ。
これは我らの戦、それを汚すわ。